せーの、こんにちは、しゅうです。はいです。はい、今日は何しますか？今日は結構、あいたちがね、インスタグラムに毎日洋服を載せていて、はい、まあ、その中で結構加工についても質問が結構多くて、まあ、いいねが来る加工の仕方みたいな感じで、とりあえず今日教えていきたいと思います。はい、で、まず、あいが去年の11月ぐらいから、まあ、今年この今7月ぐらいまで、はい、まあ、4パターン加工を変えていて、はい、まず1枚目がこちらですね。こちら、はい、で、2パターン目がこちら、はい、3パターン目がこちら、はい、で、はい、今紹介した1パターン目、2パターン目、3パターン目はよく多分結構知ってる人も多いと思うんですけど、 VSCO というこちらのアプリを使ってます。どれ？で、 VSCO、 はい、このアプリがね、結構無料でも使えるんだけど、はいはいはい、課金していて、課金してるんだ。課金すると、加工のバリエーションがすごい増えるんだよね。で、それでやってるので、もし そう無料版か有料版かはちょっと今見てわからないので、もしあれだったらごめんなさい。そうですね、でも有料にした方が選べる種類増えますっていうね。そう、でも多分無料でも使えると思う、うん、で、今日はこちらの写真を使って全部加工していきたいと思います、はい、こちらの写真で、はい、このアプリは結構保存したら前に使ってた加工とかもそのままね、すぐ使えるので、はい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 、だから次の日も違う同じ加工ができると。そうです。もういちいち細かい設定をいちいちする必要なしと。してあげてもこの時の加工と一緒の加工ができるので、はい、まあ、もう保存してあるので、そういうセットがなんか作れるんですよね、パターンがね。で、まあ、もうざっくり紹介しちゃうとこんな感じですね。ボン、この時使ってるのは、はいはい、で、まあ、主に選ぶメインの加工としてはこの HB1 ってやつです。HB1、 ちょっとこれ自体が青っぽくて、これだけでもほぼ完成できるんですけど、なるほど、まあ、細かい調節した方が統一感も出るので紹介します。このHB1 は 7.9 に設定して、うん、まあ、露出、まあ、明るさですね、明るさをマイナス 1.1 でちょっと暗めにして、で、コントラストもちょっと影のあるような感じでマイナス 0.4 にして、はい、まあ、再度、まあ、ちょっと明るさの強調するものを、まあ、ちょっと低めにしてマイナス 0.5、はい、で、粒子っていう、なんていうのかな、ちょっとザラザラした感じの加工をちょっと加えるとすごいおしゃれ感が出るので、ビフォーアフターはこちらです。ポンポンポンということで、はい、では次を紹介したいと思います。はい、お願いします。次、こちらの2パターン目の加工はちょっと曇りがかった感じで、はいはいはい、なんていうの、淡い感じ、淡い感じ、淡くて曇ってる感じ、まあ、これは、はい、冬の写真とかは結構こういうのが可愛いのかなと思います。なるほど、なるほど。なんですけど、うん、これは F2 です。F2? 主なメインの加工は、はい、F2 はこれはまたプラス 6.8、まあ、大体このメインの加工は、まあ、6から8の間でやると結構本加工の写真よりも加っていい感じになります。で、次はさっきはなかったんですけど、トーンっていうメニューのハイライトをプラス 1.3 つけます。ハイライトをつけると全体的になんかいいじゃんって感じ、いいじゃんって感じですね。で、次はシャープっていう、なんだろう、写真がすごいくっきりするような加工があって、それをプラス 1.3 やって、この F2 自体がちょっと曇りがかってる加工なので、シャープを加えることによって、まあ、いいくっきり感が出ます、うん、次、こちらですね。ポン、3つ目の、3パターン目のこちらの投稿です。はい、これは加工してるんだけど明るさだけは調節してるような、はいはい、加工に近いような加工かな。なので、まあ、夏とか春とか、まあ、結構ね、海とか多分行くと思うんですけど、そういう時はこういう加工だと明るくていいと思いますね。そう、なんかインスタの全体的な雰囲気も映えていいねとかもいっぱい来ると思います。夏だね。では紹介します。はい、こちらはポン、こんな感じです。メインの加工は AL3 です。はい、 AL3 AL3 で、はい、これはね、結構ね、これ自体がすごい明るめな加工で、もう普通の写真にこの AL3 を加えるともうそれだけで結構明るくなります。はいはいはい、なのであんまり明るすぎても統一するのが難しいので、これはプラス 5.6 で、なるほどなるほど、そう、今までの2つよりもちょっとだけ加える感じで加工します。うんうんうん、で、また露出。露出はさっきは結構マイナスに下げることが多かったんだけど、うん、これは結構ありえめでいきます、うん、で、あとはさっきのトーンのハイライトをさっき使ってたんですけど、今度はトーンのシャドウを使って、シャドウを使うとなんかすごい薄いけどサイドがあるような感じを調節できるので、これはプラス 1.1 にしますね。こんな感じの写真になります。はい、ありがとうございます。てな感じで最近の加工はこの最後のと今紹介したのが多めで、こんな感じですかね、加工は。はい、すごい長々と喋っちゃったんですけど、ありがとうございます。す
ごい案件動画みたいになっちゃったんですけど、全然案件動画じゃないです。もう底辺 YouTuber なんですけど、はい、単純にインスタの加工の仕方をご紹介させていただければなと思いまして、愛と一緒の加工にしたい方はぜひ参考にしてみてください。なんですけど、まあ、もし、はい、もっとね細かいの分かんないなっていう人は DM などくれたら、はい、コメント欄でも大丈夫なんで、はい、コメント欄でも全然、はい、ずしずしコメントくださいどしどしだはい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。こんなに長々と喋っちゃってもいいなって思った人は高評価お願いします、はい、あとチャンネル登録だけよろしくお願いします。お願いします。コメントもめちゃくちゃいっぱい待ってます。お願いします。ということでいつもありがとうございます。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。